麦わら、お前はなぜここに来た。まさかカイドウを倒しに来たなんて面白いことは言わねえよな。ああ、そうじゃねえ。あ？ルフィ、違うのか、ルフィ。違う、俺は廃墟のはずのおでん城に現れた人影の噂、パンクハザード、ドレスローザ、幻の島ゾウ、そのすべてに関わったのは麦わらの一味。くしくもお前らは俺が目の敵にした麦わらたちの影に隠れてたんだな。20年を耐え忍び、片や時を超え駆け回り、よくも兵を集めたもんだ。だが海賊は裏切るぞ。ん？負けると分かりゃお前らを見捨てて逃げる。麦わらのルフィは一度その鼻っ柱をへし折ってあるからな。それは彼への侮辱でござる。ルフィ殿はお前らとは違う。お前もカイドウも幹部もオロチも部下もお前ら全員ぶっ飛ばしに来たんだ。彼はいつかこの海の頂点に立つ男。拙者たちが死のうが彼がいる。ワノ国に必ず夜明けは来る。それが主君との約束ゆえ。